はい、皆さんこんにちは、ナッチでございます。降臨チャレンジ最終日でございます。いやー、今日全部やんないとやばいんですよね。ということで、あと4本ぐらい残ってますが、やっていきたいと思います。でね、今コーラを飲みながら思ったんですけど、なんか最近のコーラってなんか顔文字が書いてあるんですね。顔文字というか、なんか顔が書いてあって、前々からコーラはなんか名前をね書いたりして、なんだろう、パッケージにね書いてあったりするんですけども、これはいい広告ですよね。僕は、まあ、デザインの学校に行ってるんですけど、そこでね、まあ、そういう広告の勉強もするんですが、そう、これはいいよね。だって自分の名前とかさ、家族の名前探したくなって、あったらちょっと買っちゃいたくなるじゃん。でコーラがね、今飲みたくなくても喜ぶかなと思って買ったりしちゃうじゃないですか。わかりませんけど、人によりますけど、すごいよね、その効果は。普通に、だからコカ・コーラというこの定番の飲料でありながら、さらにこの売り上げを伸ばす的なね、ところすごいと思います。ちょっとね、ちょっと真面目な話から始まってしまいましたけども。インディゴさんで超運でございます。前回言ったように、多分水染めの悪魔さんが少なかったので、多分ってか少なかったですね。なので、闇染め。フレンドパンドラの予定でございます。水裂がね、ちょっと無駄になってしまいますけども。割と強いよね、この人。スキブに封印。まあ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 。いい加減さ、降臨もうちょっと増やさん？覚醒。ねえ。いや、これが覚醒さ、水裂が多分ね、もう一個増えて、闇裂もう一個増えたら、入れる人出てくると思います。そんな感じで強化すれば。現状だってさ、ロック使わないしさ、ねえ。そこのちょっとバランスをね、見直してほしいなってね、最近っていうかずっと思ってます。行きましょう。降臨チャレンジ超運参上でございます。マキナも怖いけど、マキナでリバースが一番怖いですね。だからこの辺はサクッとクリアしたいと思ったら、いきなり闇吸収。神竜がいるからめんどくさいと思ってたら、2回もあるんですね、ここ。いや、だからといって水止めに戻したりはしませんよ。じゃあ、まあ、正気は大丈夫かな。正気は1列で多分いけますよね。いけてもらう、いかないと困るんで、とりあえず正気さんをこれで倒して。で、まあ、右の方はね、あと4ターン頑張りましょうということで。はい。で、神竜が確かマインドループ的なことをしてくるんで、そこがちょっとめんどくさいですね。回復生成できるモンスターを多めに入れておきました。で、初活のところまで行ってからは、もうノンストップでクリアしたかったんで、ロキでエンハンスしていきます。ただまあ、そうですね。このバットマンが体力ケアか、体力はないかな。ドラゴン将軍の指もめんどくさいんですけど、多分神竜で耐えてるうちに治るでしょうと思うので。やばい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 危ない危ない危ない。オッケー。まあ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 ね、吸収だけですね。本当に問題なのは多分裏闇も、まあここも一旦は大丈夫なんで、とりあえず磨いてね。そう、これ縦にやれって言われたんでね、やりますわ。うん、まあ確かに早い気はする。でも僕はよく列を組むんで、横で磨いた方が組みやすいっていうのがね、大きいんですよね。はい、じゃあインディコさんで生成して、ロックしなくていいんだよなむしろデメリットなんだよな、ロックって。いや、相手が変換してくる場合は使えるかもしれませんけど、正直ね、こっちも陣とか使いにくくなるんでね、後々困りますよね。ヨルズとインディゴかな、ロック持ってんのは。ロックも今完全に敵が有利になるスキルになっちゃってるんでね。ドロキョウも昔はなんか地味でしたけど、そんな感じで強くなってほしいなと思う。うわ、めんどくせ。消せないっけ、誰か。パンドラってあれだよね、ただヘイストがついただけでしたよね。大凶小凶とかみたいに、あ、ですよね。じゃあバッドマン使ってしまいましょう。本当はそのまま行きたいぐらいだったんだけども、まあめんどくさいので。ふっふっふっ、うわ、もう最悪最悪じゃねえかよ。おいおいおい、斜めで全て終わったわ。
毒を何回もするわけじゃないのね、あなた。じゃあ普通に消せよかったわ。回復力がちょっとやばいですね。パンドラ使うか。あ、これは弱いんだ。はぁ、使いましょう。もう普通に、普通にね、欲張らずやっていきましょうか。ちょっと待って待って待って、あ、そういうことか。さっきまで長いと思ったらこれだ。ホラガイのせいかよ。操作短縮1秒ぐらい、あ、3ターンか。ありがとう。そう、操作短縮ね、1秒ぐらいどうってことないと思ったんですけど、結構響きますね。そしてもうちょっと真剣に回復したらよかったと後悔しております。パンドラちゃん使っちゃってマインド回復していきます。覚醒もマインド回復は持ってるんですね。なるほど。よし、あとは耐えるだけなんですけど、この連続のね、この連続攻撃が若干痛いので、そこだけ注意してやっていきます。でももう一枚、あ、でも次倒せるけど、バインドが来るんだよな。バインドゾーン来ますよね。まあまあ一旦なら大丈夫、ループしないんで。そう、一番こいつの怖いのはそのバインドのね、地獄にはまるっていうパターンなんで。よし、じゃあ誰使おうか。明智しかないわな。でまたバインドされんのもめんどくさいので、使っちゃいましょうか。で回復しながら倒していきます。あー、木をつなげたいという気持ちがありました。で次のターンもう一ターン耐えてスキルため、あ、でもロキ使ったらたまるか。 OKOK、 これ弾きます。ロキ使ってこの2人がたまって、あーでもボス戦で使うスキルがなくなるんで、やっぱりちょっと貯めましょう。なんで今思考停止したんでしょうね。よしよし、あ、盤面いい感じですね。まあ、なんかすごいズオンみたいな盤面になりましたけど、たまんないんだよな。これまで待つ？バットマンだけでいいよね最後。パンドラ使っちゃって、ロキも使っちゃって、これでここを倒します。これ何個つなげりゃいいんだっけ？適当だけど。せめて回復しろや。はい、あとはジンが偏らなければ大丈夫だと思います。ポン。オッケー。いやー、ちょっといろいろひどかったんですけど、まあ、勝つことはできたようです。よかった、よかった。ここでじゃあ3作っちゃって。ほら、もう謎。謎。よし。いやー、ひどかったね。うん。ひどかった。多分一番ひどかった。この降臨チャレンジで。もうなんか、いろいろひどかったです。はい、ということで、インディゴさんでクリアはできました。まあ一発で勝てたんでいいでしょう。で次回が、超運で、あ、超運でいいのか。助かるな。ちょっと貴族性でいいって助かりますね。はい、超運でデウスエクスマキナ、これが多分一番ね、あ、でも次も次だな、激しい戦いになるんじゃないのかなと思っております。ということで、以上、超運で、違うわ、インディゴで超運でございました。バイバイ。